本当ですか？いや若くなってるんで分かんないですよ何の喧騒なんですか？今日ねこれね台湾デーと開催されてまして、はい、今日もいろんなグルメが出てるんですけども、はい、もうリンさんのおすすめする台湾グルメとかあったりしますか？リンさん推薦的台湾美食、まあ、そうですね、小籠包とか小籠包、まあ、今の時やったらライチとかマンゴーとか美味しいですね。水果だ、マンゴーだ、ハリチ、ぜひね召し上がっていただきたいと。そうです思いますけども、はい、今日でも朝からですね本当にも見て分かるようにねこのブラザーズこのユニフォーム着てらっしゃるお客さんが結構いらっしゃるんですけども、はい、いや嬉しいです。ものすごい甲子園ブームなんですよ。そうですね、やっぱりまあ、こういう台湾デーですから、はい、もっともっと台湾 の、 人間に甲子園の良さ甲子園の歴史、知ってもらえるように、はい、そういう交流ができれば、はい、駆け足が駆け足になっていければ嬉しいです、はいはい、駆け足になっちゃう駆け足歴史館にも来られまして今日は一日館長を務められました。行きました、すごい人でもう500人近く